さあということで、次週はですね、はい、書籍です。映画を早送りで見る人たちということで、うん、イラさんこの本は、この本さ、もうタイトルでぐさっとやられました。まあ、今これ YouTube で見てる人もみんなぐさっと来てると思う。やってるよなって。っていうか今早送りで見てるかもしれないですよ。いや、もちろん。っていうかさ、僕たちのオトラジって 1.5 倍速で見て、90分を60分ぐらいで見るとちょうどよくない？ちょうどいいかもしれないですね。情報の、はい、その濃さも。確かに、確かに。うん。いや、でも、これはね、本当にちょっと面白いもんだからね。うんうんうん、いや、ここがテーマで一冊書けるなんてっていう。これは素晴らしい。稲田さんっていう、そうですね、フリーライターの方なんですけど、この人はもう大発見したね。うん、でも今テレビでも特集すごいされてますから、うんうんうん、話題になってると思うんで、それを僕たちがどう読んだか。まあ、内容もちゃんと紹介しますのでお楽しみにしてください。はい、ということでまた来週お目にお耳にかかれるのを楽しみにしています。おやすみなさい。おやすみなさい。